はい、ということで皆さんこんばんは、トランペットです。今日も、京都丹後鉄道、関連のね始めていきますけれども、今回ですね、前回もね JR 車両に、乗ったということなんですけれども、今回もね丹鉄線内で JR 車両に乗っていくというね、企画でやっていきたいと思いますが、福知山に所属しているね113系電車、国鉄型の、緑色のやつですね、あれがですねなんと丹鉄線内の運用、普通列車運用があるということで、乗っていきたいと思います。で、ね、1両の、ね、ワンマンディーゼルカーばっかりの、運用が多いので、どうやって見分けるんだっていうね、疑問の声が上がりそうなんですけれども、京都丹後鉄道ね、ポケット時刻表、配布しております。でそこにですね列車番号が書いてありますけれども、そこに、末尾でですね M と書いてある普通列車があれば、それは、電車で運行されるということなので、簡単に見分けることができます。でそれはね113系の運用になっておりますので、狙って乗ることも当然可能でございます。なのでね、丹鉄線内で、MT54 のねうなりを、楽しみたいと思います。じゃあ早速ねホームの方に行きましょう。はい、ということでね、こちら宮津駅4番乗り場に止まっておるのが、113系ですね。福知山所属の、JR の113系ですね。いやこれ丹鉄の駅にこのね国鉄型の電車が止まってるっていうのはかなり違和感がありますけど、これ定期運用でねありますから、毎日これを丹鉄線内で MT54 のねうなりを響かせながらこう大江山を駆け抜けていくというわけですね。でこれ結構かなりね段差がホームと、段差がありますのでね、足元注意して乗っていただいて、で車内は原型のボックスシートですからね、いやもう本当にザ・国鉄といった本当に感じですね。ちょっと語彙力ないですけど、
口へ回ってみ、この列車は福知山より先、普通列車東前鶴行きとして運転をいたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく福知山です。折口左側です。 JR 二番乗り場の到着です。扉は自動では開きません。扉横のボタンを押してお開けください。お乗り換えのご案内です。普通列車園部行き20時17分2番乗り場から特急発車手15京都行き20時3分1番乗り場から快速列車大阪行き19時32分5番乗り場から特急コウノトリ28号新大阪行き20時ちょうど2番乗り場から特急城崎15号豊岡行き20時1分3番乗り場から普通列車豊岡行き19時38分1番乗り場からそれぞれ発車いたします。福知山で降りのお客様は駅2階京都丹後鉄道改札口までお越しください。階段またはエレベーターをご使用ください。福知山にて降りお乗り換えのお客様、車内にお忘れ物、落とし物、座線を専用ご注意ください。今日も京都丹後鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。福知山です。はい、ということで福知山に到着しましたけれども、列車はこの後ね、東舞鶴まで行くということなので、JR のホームに着きました。で、京都丹後鉄道のね、完結で、乗る方は、福知山駅 JR のね改札通れないので、乗り換え口に、来てくださいねということで、JR の改札は出られないということなので、注意が必要です。絶対、京都丹後鉄道の乗り換え口で降りてください。じゃあ早速ね乗り換え口行きたいと思います。ということで JR へね、乗り換えまたは、乗り通しをしない方は、ここのね改札から、降りるということなので、こちらからね出ようと思います。このまんま宮津に戻りますので、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、丹鉄のホームにまたやってまいりましたけれども、快速列車の運用ということで、本当に MT54 のね、モーターのうなりが本当に堪能できる列車ですので、でまたねこの運用がもしかしたら、数年後にはね223系とかに置き換わってしまう可能性も、なくはないので、皆さん乗れるうちに、この列車にね乗りに来てくださいということで、113系の丹鉄線の快速運用に乗ってきたということで、ご視聴ありがとうございました。